そしてからの、じゃあまあこちらの新キャラクター、マイ夏目の紹介をさせていただきたいなと思います。はい。はい、カラーを存分に見せていってからのニュートラルカラー。操作タイプはテクニカルで、相手は、まあ、とりあえず楽なので、やらせていただきやす。さあ、この、マイ夏目。先ほどの電撃ブースででもですね、簡単に、紹介はさせていただいたんですが、こちらではもう少しがっつりと紹介させていただきたいなと思います。ごめんなさい、ちょっとあのメニューが邪魔ですね。はい、これ消しましょう。はい、では、はい、このトレーニングモードを使って紹介させていただければなと思います。お願いします。まずは前のドライブから説明させていただきたいなと思います。まず前のドライブ、ガリアスフィラアウトシールというこの持ってる槍、普段はこんな感じでこう武器として使うんですけど、このドライブではこの槍を飛び道具として投げちゃいます。投げちゃうんですけど、ちゃんと手元に戻ってくるのでご安心ください。投げっぱなしじゃないです。で、これを構えてボタンを離すと投げます。で、ボタンを押しっぱなししている間はこの角度をつけて投げることができると。おー、で下にも投げれるんですね。そうです、これジャンプ中でも投げれるので、ジャンプ中に下狙って投げたりとか、ジャンプ中に真横狙って投げるなんてこともできます。ポイッとね。で、これただ投げるだけじゃございません。これがなんと角度をつけて投げた後にもう一度 D ボタンを押すことによって、これ見えるかな、跳ね返ってこう角度を変更することができます。それちょっとずるくないですか。一度だけ方向転換して相手の位置をサーチして飛んでいくと。だからこうやってこう相手の後ろに投げたと見せかけてこう帰ってくるよという、うわー、槍を飛ばすことができます。このガリアスフィラアウトシールというドライブを持っております。で、これをホーミングするんで、この角度つけて狙う必要性がなくないみたいな質問があるかもしれませんが、これがですね、ちゃんと狙いをつけて投げると、こちらの槍がガードができないという性能になります。もちろんこれ、先ほどですね、ちょっと説明不足だったところがあるんですが、これ投げた後の方向転換部分はガード不能にならないのでご安心ください。ご安心くださいっていうのもあれなんですけど、あと、狙いをつけて溜めてる間だけです。こうやって構えてる間にこうやってガチャガチャやってもガードフの性能にはなりません。あくまで一方向をずっと狙い続けた場合のみこのように性能が変化して相手のガードはできない性能になります。なので、そうですね、こういう空中から相手の方を狙ってよーく狙って投げることができればガード不能の性能になるという感じでございます。なるほど、強そう、はい、あれですね、白いお面さんと同じような感じですね。そうですね、で、はい、溜めて方向転換したこの2段目の部分、こちらもガード不能の性能はなくなっています。あくまでその息の部分、最初の息の部分だけがガード不能の性能になりますので、うん、そこはご了承くださいという感じでございます。まあ、いずれにしても非常に強力なドライブということでございますね、うん、はい、では続きまして前の通常技なんですが、こいつのまず特徴の一つとして、他のブレイブルーキャラクターにあったレバー入れ通常技というものがありません。今上の仮想スティック出ていると思いますが、はい、立ち A と前 A が同じ技が出ているかと思います。あ、本当だ。そうですね、このキャラクターにはレバー入れ通常技というものがありません、うん、でなぜかというと、まあ、このマイというキャラクターがですね、やっぱりこの原作の漫画バリアブルハートとかリミックスハートのファンの方が多くて、ブレイブルーのゲーム自体は触ったことがないよという方がまあまあいらっしゃると思うんですよ。で、そういう方のためにこのでやっぱ格闘ゲームも慣れてない方っていうのは、うん、こう走ってから通常技を出すっていう時に難しい。そうなんですよね、レバーの前が残ったままになっちゃってて、うんうん、思い通り技が出せない、レバー入れ通常技が出ちゃうよという方が結構いると思う。そういう考えからですね、今回このキャラクターに関しましてはレバー入れ通常技がないという性能になっております。初心者に優しいキャラなんですね。そうですね、はい。で、まあ、そうすると今度どうなるかっていうと、通常技のバリエーションが減るんですよ。他のキャラクターは立ち A 前 A、立ち B 前 B、立ち C 前 C っていろいろあると思うんですけど、うんうんうん、このキャラに関しては A と B と C としかないと。おお。で、これだとバリエーションが少ないので、うん、このキャラはバリアブルアーツという専用のコンビネーションがございます。なんだって。なんだって。なんだって。で、基本他のキャラクターは A ボタンを連打すれば A 攻撃がずっと出続けます。うんうんうん、このキャラクターは A ボタンを連打すると、おお。このように専用のコンビネーションを出します。それすごいやりやすくないですか。そうですね、あのいろんな技がワンボタンで出せるということです。なのでこう AAA だと例えばこういう攻撃になりますし、うん、AAB ってやるとこのように飛び道具を飛ばすこともできます。AAC だとこのように
飛び道具を飛ばして、これもこうやって使い分けていくことができるという感じになってます。この専用のコンビネーションをうまく使いこなしてですね、技のバリエーションを補っていくと、この CC から出せるこの非常にリーチの長い技、タッチ C から連続ヒットするんですが、ただのコンボ用の技ではなくて、このバリアブルアーツ、空振りでも出せるという特徴があります。リボルバーアクションは基本的には空振りでは出せないんですが、バリアブルアーツは空振りからも出すことができます。でタッチ A、タッチ C と押すとどうなるかというと、バリアブルアーツのこのリーチの長いこの CC 攻撃、これがなんと高速で出すことができます。この間合いからスッと槍を突き出して、相手の攻撃に対してね、牽制をすることができると、まあ、こんなようにリーチの長い槍を生かして戦うことができますよという感じになっております。いいですね。そうですね。もちろんこの C ボタンを連打するだけでこのような簡単なコンビネーションもできますし、慣れてくればこんな感じでいろんなバリアブルアートを使いこなして、様々な技を使っていければだんだんと格闘ゲームが上手くなっていくという、上達していくという感じになっておりますね。さあ、そして必殺技、このキャラ、2つのみなんですよ、2つのみというか移動技が2つあります。まずこの刹那という移動技がございます。これが下右下右のコマンドで出る、ボタン操作が必要ないんです。これを入れるだけでボタン押さないですね。そうです、ボタン押さなくてもこの移動が出ます。でこの状態でこの移動中に A ボタン B ボタン C ボタンを押すことによって別の必殺技に派生します。これが突進技の姫ゆりという技です。でボタンとレバーの組み合わせってやはり初心者の方がつまずきやすいポイントの一つ、難しいですね、コマンド入力をした後にボタンを押すっていうのがなかなか難しいと思うんですよね。ただこのキャラクターはこの移動中であれば比較的遅い A ボタンの押すタイミングでもこのように出してくれるんですね、はい、技を。そうです、最後のレバーの入力と同時に A ボタン B ボタンを押さなくてもしっかり技を出してくれるという感じのキャラクターとなっているわけです。このように同じコマンド入力でボタンが違うだけで様々な技を使い分けることができると。これがセプツナからの姫ユリですね、さらに月下という後ろにバックフリップする技がございます。刹那で近づいて月下で下がって相手の投げとかを誘ってからのこのスズランという必殺技で降りてくると。でこの月下という技もこれで移動した後にボタンを押すことでいろんな技が出せるんですね。いろんな技が出せます。もちろん最速で出すこともできますが、慣れないうちはこのようにゆっくり押すだけでも十分強い技が出せますよという感じとなっております。よいしょ、こんな感じで。そう、はい、結構これと必殺技の、技とこのドライブのガリアスフィールアウトシールを組み合わせて立ち回っていきましょうという、だいぶ今までの格闘ゲームのイメージとかけ離れてますね。そうですね、結構本当に操作感割とすごい難しいイメージですからね。ただこれ今僕パッドで触ってるんですけど、このキャラクター本当にパッドで触りやすいキャラクターっていうのもちょっと意識して作っているので、ぜひぜひこのキャラクターを触る場合はスティックももちろんなんですけど、パッドしか持ってないよっていう方でもね、はい、触りやすいキャラクターになっておりますので、ぜひぜひそちらの方もちょっと意識して触ってもらえると、我々のなんかこうやりたかったことが再現できるのでぜひぜひパッドでも触ってもらえると嬉しいなと思います、ですね、こんな感じで。じゃあ簡単なコンボ室、簡単なコンボ投げからテスナでキャンセルしてしゃがみ BC、BC みたいな、こんな感じのコンボが繋がったりとかします、すごい。さあそんな前夏目でございました、こんな感じでですよ。いいですね、森さん、森さんなんか静かだったから、いや一生懸命説明してるからこれはあまり横やりを入れない方がいいかなと思って、珍しく俺が小沢さんに気を使って黙っていたんですが、珍しいですね現象技が見たい。いやださっき某電撃ブースでなんか説明失敗したなってずっと落ち込んでたから、ちゃんと説明したいだろうなと思って僕ですね、ガード不能っていうところがですね、ちょっと言い過ぎたなと思って、はい、生温かく見終わったんだけど、格闘ゲームってやっぱりガード不能っていうワードにすごく敏感でですね、怖いですからね、はい、非常に恐ろしい性能なのでガード不能、ちゃんと狙ったらガード不能だよっていうところをね、皆さんぜひ拡散してください。ちゃんと狙わないとガード不能にならないぞっていう、
前の槍方向転換する上にガードらしいガード不能らしいぞっていう情報だけだとね、あ、間々がちょっと抜けちゃってるわけですね。そうそうそう、いろいろ行間が抜けちゃうとね、あの非常に恐ろしいことになるので、はい、 はい、このキャラは投げて方向転換できるし、ちゃんと狙えばガード不能の槍になるんだよっていうところをね、皆さんぜひぜひご共有いただければなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、基本的にね、あの前というキャラクターはあの直感的に触れるっていうことをコンセプトにして作られてるキャラクターなので、先ほど言ったようにそのレバー前後ろ下とかってすごくやっぱりなんかこんがらがっちゃうじゃないですか、複雑で、うん、っていうのを極力なくして、あの直感的にキャラクターを触ってもらいたいっていうのがコンセプトで作られてるキャラクターなので、だからもう本当に最初触った感じはなんかすごく戦えてる気がするんですよ、うん、ですけどやっぱりどうしてもどっかであの壁が見えてきた時に初めてじゃあもっとこうやって工夫をしてみようかなっていう、うん、徐々にあの練習をするっていうよりもその考えることにステップアップができるキャラクターとしても作られてるので、できればぜひちょっとそういうことも考えながらあのキャラクターをちょっと触ってもらえると、先ほど言った通りちょっと制作者の意図がちょっと伝わるかなと、ちょっと真面目な話をしてみました。いや、めちゃめちゃ使いたくなりましたよ。 ありがとうございます。ぜひ前を触ってあげてください。はい。お触りください。お触りください。ちょっとそこだけ言うとね。はい。はい。まあ、いろいろ語弊がありますが、お触りください。まあ、ちょっとゲージ側から見たいというコメントもありましたので、ちょっと紹介しましょうか。まず、1個目いきましょうか。弾空砲雷火という必殺技があります。こちらは、刹那、この移動中に D ボタンで出せます。おこんな感じで。急上昇して、攻撃する。おはい、これが弾空砲雷火という必殺技になっています。非常に発生が早くてですね、相手の迎撃に役立つ技ですね。続いてもう一つ、立夏乱王戦という技があります。こちらがこの月下コマンドプラス D ですね。これ出せます。これが立夏乱王戦という技です。こんな感じで貯めることもできるんですが、なんで貯めれるのかっていうと、これは、トレーニングモードを使って再現させていただければなと思いますが、よいしょ、相手の攻撃を受け止めるガードポイントの性能になってますね。すいませんでした、うんうん、はい、これでこうやって相手の攻撃を受け止めて反撃すると、うんうん、相手の攻めに対する割り込みとして非常に有用ですよという感じですね。こんな感じで、なるほど、はい、やっていただければなと思います。当て身性能にはなっておりません。これを踏まえて離せば技が出ますということで、結構ガードされる時多いですよこれ。あ、そうなんですね、はい、何気にガードされる時が多い、ね、さあ、というわけで、そして最後エクシドアクセルをご紹介しましょうか。なんか王家乱陣という必殺技が、必殺というかエクシドアクセルがございます。ちなみにアクティブフロー中はこんな感じで演出が派手になって、最終段がバーンと相手を吹き飛ばすと、かっこいいですね、もになっておりますよというところで、マイナス目の紹介こんな感じでございます。アサルヒートは内緒です。アサルヒートは内緒です。アサルヒート見たいですか。アサルヒート見たいですか。見ちゃダメよ。見ちゃダメ見ちゃダメ、見たいな、見ちゃダメな。見ちゃダメです。発売後でございます。はいはい、まあ、あのね、多分すげえと思うんで、おー、まあ、すごいっすね。はい、俺もあれを初めて見せられた時に、まあ、俺がああやって作れてたんですけど、結構派手ですよね。ちょっと笑っちゃったからね、俺。はい。これは楽しみですね。よいしょ。まあまあ、こんな感じで、結構、うんうん、まあ、かなり使いやすいキャラクターになっておりますので、ご安心くださいっていう感じですね。ぜひ遊んでいただけると、初心者の方でも安心。だけど、まあ、もちろん格闘ゲーム慣れた方でも十分楽しめるキャラクターになっておると思います、うん、このバリアブラーツ、ぜひとも皆さん使いこなしていただいて、なんかまだ見ぬ連携出てくればいいなと思っております、開発一同。はい、というわけでマイナス目の紹介でございました。はい、ありがとうございます。いや、見てるだけで使いたくなるキャラクターですね、うん、めっちゃ興味出ました。はい、はい